こんにちは、ダイスです。今回はポケモン不思議のダンジョン赤の救助隊続きからやっていきましょう。やっと雷鳴の山一番上にたどり着きました。ここガルーラ層があるので冒険の記録をしたりとかっていうのができるようになってます。ガルーラの像って冒険の記録だけだっけ？あ、記録だけなんだね。なんか引き出しとかできるイメージだったけど、ちょっと待って、何もないよ。え、大丈夫、ちょっと待ってね。スペシャルリボンが2つあるから1個移動させますか。捨てるになっちゃうな。え、チーム渡すスペシャルリボンで爆裂の種があるので、とりあえずこれは使おうと思います。これね、食べると火を吹いてポケモンに大きなダメージを与えるやつ。あとは何にもない。引き出しができると思ってた。ここ冒険の記録だけなんだね。アイテムの引き出しができるものだと思ってあんまり持ってきてなかったんですよね。結構まずいかもしれない。とりあえずもう一回記録しよう。はあ、落ち着いていかないとですよね。じゃあ行きましょう。この先にはサンダーがいるはず。先へ進みます。山頂1階。あれ、まだ奥あるんだっけ。まずい、すっかり忘れてる。え、山の山頂って一番上どこまであるんだろう。回復はできるけど辛くないですかこれ。え、やばくない。え、この先がサンダーがいるとこだと思ってた。間違えてる私。ちょっと待って、山頂何階まである。とりあえず上に進まないといけないのは分かります。階段探そう。普通に忘れてますね。ない、階段がない。ここにもない。あれ、なんか来てるな。1体ずつ行けますね。1体ずつしよう。よし、鳴き声ちょっとやめてね。奥にがあのガーディがいる。ガーディがいるので普通に叩きましょう。危ない。無用な争いはせず行きます。え、ない。ちょっと待って、こっちの道がつながる。こっちも端っこだ。うわガーディまだ仲間にできないんですよね。砂漠とかだったと思うんですけど、なくて、これなんか押されるのがすごく嫌なので、後ろの子にもアイテムが行っちゃうし。お、待って、白いグミとかがある。ちょっと見ましょう。道具、桃色グミは賢さが上がる。食べよっか。嫌いではないようだ。賢くなった。ちょっと待ってね。あとは黄色グミってなんだろう。賢さが上がる。電気タイプのポケモンが好む食べ物。え、じゃあこれ食べとこう。賢くなった。賢さって確かあの技のなんかだった気がする。技の何かとか言って。道具、白は救助隊のノーマルか。茶色は説明。地面はいないな。いないね。このまま進みますね。山頂何階まであるのか全然覚えてなくて分からなくなっちゃってますけど、とりあえず進みましょう。ここ行けない、行き止まりだ。あ、来てる。毒針大丈夫そう。ちょっと待って、よしいい感じ、いい感じ。オッケー、経験値もちょっともらっていきます。技本当は使いたいんですけど、ここまで上がってくる途中で技ね、なくなっちゃったんですよね。なので技がね、なくならないようにここぞという時に使うようにします。
頑張れ頑張れ、よし、ありがとう。落とし12レベル、結構上がってきたね。いける、一緒に大丈夫そうだね。じゃあ下のところで空いてないとこに行きましょうか。うわー寝てるよー。まあ麻痺ついてくれてるだけいいかな。まだいけますね、まだいける、まだいける、頑張れ。もうちょっとピカチュウ、もうちょっと、あ、また麻痺ついちゃった。よし、倒せた倒せた。で、ここにもない、こっち、あ、発見しました。待て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 、ポケコイン、コインじゃないのが良かったな。はい、移動、2階、ある程度まで行ったらセーブした方がいいですよね。これはなんかした方がいい気がする。お、いい感じに超音波効いてる。ありがとう、さすがコイル。コインもらう。こんな道どこだ。かなり遠くまで行っちゃってる。ないね。あ、でも端っこ、あ、部屋がある。何もない、何もない、どうしよう。上、うわお部屋がない。ありましたね、グライガー。これは電気ショックしとこう。頑張れみんな、叩くんだ。ありがとう、俺の身。よし、こっちにお部屋あるかな。あー、なかった困った、こっち何もなかったですね。あ、麻痺ついてる。頑張れピカチュウ、もうちょっと耐えて。よし、ポケコイン、また来てる、ガーディーだ。いや、そこか。はい、こっち回れないね。なんかね、その場でくるって回る方法が書いてあったんですけど、うまく私ができてないできてないので、ちょっとしょうがないですね。いろいろやりましょう。よし、で半分になって、またガーディー。はい、麻痺さえついてしまえば、これで戻ってきた。じゃ下、あ、あった、やった。3階、何階まであるの、5階ぐらい、あ、3階までなんだ。やっと着いたけど大丈夫、いろいろここが山の頂上だよね。おーい、サンタどこにいる、めっちゃ怒ってる。ラーテン号助けに来たんだ、出てこい。みんな大丈夫、わわ言ったはずだ、邪魔するやつは容赦しないと。怖くない、怖くないぞ。やい、サンダー、ダーティングを返せ。僕たちはポケモン救助隊だ。そこまで言うのなら向けてやろう、我が怒りを。こんな感じだったっけ、お前たちにな。ちょっと待ってね、爆裂ってどこまでですかね。もう一回説明、食べると火を吹いて相手に送ったダメージを与えるでしょ。これはもうちょっと前でしょ、多分ね、当たると思うんだよね。よっしゃ、で前に行かなきゃダメだと思うんだけど、みんなが前に行ってくれないから、とりあえずよし、配置をしっかりしないといけないよね。よっしゃ、横来た。よし、みんな近くまで来てるでしょう。で、ちょっと待ってね、オレンの実
があるから、これ渡そう。スペシャルリボン持ってる。いや、スペシャルリボンじゃダメだ。で、落とし石も持ってた方がいいんだけど、とりあえずその前に爆裂の種、オッケー。これで今混乱してるんだよね、ちょうど。なんでトレーナーにはどうやっていいかな。スペシャルリボンをコイル、オッケー、これでいこう。オートバカスしてくれてるし、5しか入ってないから大丈夫。で、技の電気ショックをかけてみる。入るね、一応。勝てるかな。あー、いや、でも脅ししはまだ大丈夫。脅ししはまだ大丈夫。電気ショック一応42とか入ってるから、なんとかなりそうな気がするんですよね。大丈夫？ちょっと待って、あ、オレンの実食べてくれると思うんだよね。渡しとこっか。オレンの実食べてね。ねえ、倒れちゃったじゃん。いや、でも途中まで来てて、ここまで行けたんで、なんかやり方は分かりました。もう一回来てみることにします。なんかこのままで来れそう。再び戻ってきました。さっきの範囲は人影がね、多分近すぎたんだと思うんで、場所変わります。本当はね、囲んでって思うんだけど、あんまり良くないですよね。レベル差がね、ありすぎるんだと思うんですよ。あと HP 低い人影で、多分ここまでの間に結構負傷しちゃってるから、どっかのタイミングで変わるようにします。あとはゴローンの石とかも絶対当たるかわからないけれども、使っていこう。投げる。20。どれぐらいなんですかね。よし、これで変わったから大丈夫でしょう。人影がね、まずいと思うんですよ。普通の攻撃だと12。あ、待って、脅ししは仲間にはなってるけど、倒れてもまあ大丈夫なので、オレンの実をとりあえず、あ、脅ししはそのままにしよう。これ渡した方がいいかな、渡さない方がいいのかな。自分の方に、私の方に攻撃が来てればいいんですよね。とりあえず残酷で渡しとこうか。26、あ、ぶない。で、ちょっと待って、オレンの実がもう一個あるんで、これで食べて、はい。で、体当たりじゃなくて、とりあえず持ってきてるんで、爆裂の種を1回で30。あとは、電気ショックかな。え、待って、オレンの実避けてる。それ取りに行った方がいいよね。場所変わろっか。拾っときます。よし、これで耐えられるから27、大丈夫そう。電気ショックをする。24、あ、50入ってる。スペシャルリボン持ってるからかな。もうちょい入れたいよね。攻撃がね、下げられちゃうからちょっとなんともなんだけど、50最初から入ってればなんとかなりそう。これで今拾った木の実食べていけそうな気がする。下がるんだよ。下がるんだよ。感謝するんだよ。これ45、結構下がっちゃってるけど、あー、麻痺ついてる。麻痺ついてるの良くない。サンダーの防御はちょっと下がった。ありがとう。コイル何にもしてないけど、あ、いけた。
これはうおお、え、来るか。今度は俺が相手だ。ミザードかっこいいな。待って、戦うのはもうやめだ。だいぶ頭が冷えたようだ。ダーテングは返してやろう。小僧どもなかなかやるな。だが次はこうはいかぬ。本気で襲うから覚悟しろ。それまで腕を磨いておくことだな。あー、よかった、戻ってきたね。あ、ダーテングが大丈夫。あー、よかった、なんとかな。よかった無事で。しかし驚いたな、あのサンダーを追い払うとは。確かにお前ピカチュウにしちゃやけに強いな。やさとしのピカチュウだと思う、多分。前に会った時も感じたのだが、お主もしかしてポケモンではないな。え、バレてる。なんでわかるの。でもその通りだよ、ポケモンじゃないよ、人間なんだ。なんと人間だって。でもあり得るのか、そんなことが。こんなところでバラすんだったっけ。自分でもよくわからないんだって。気がついたらポケモンになってて、人間の時の記憶もわからないんだって。そうだ、そういえば広場でハスブレロが言ってた。フーディンならどんなことでも知ってるって。フーディンならポケモンになった理由もわかるんじゃないの。わかる。いや、わしにもわからん。そっか、知ってると思ったんだけどな。ただし突き止める方法はある。え、どんな。精霊の丘へ行け。そこに一日中太陽を見つめ未来を見通すと言われるポケモンがいる。名はネイティオ。彼ならば何か教えてくれるに違いない。そっか、そのネイティオに会えばいいんだね。行こう、精霊の丘へ。こうしちゃいられない、早く帰らなきゃ。さあダーテングも急いで、早く帰ろう。ああ、そうだな。呼ばれた。そんなとこでぼやっとしてないで帰ろうよ。バンギラス欲しいね。フーディン、お前のことだ。全く知らないというのはなさそうだけどな。実は何か知ってるんじゃないのか。気になることが一つある。だがそれは言わない方が良いだろう。彼らのためにはな。いや、よかったー。やっと勝てましたね。リベンジできてよかったです。もうちょっとレベル上げていかなきゃいけなかったみたいだね。次の朝、さて今日の一日は何があるのかな。おはよう。昨日ちょっと調べてみたんだけど、精霊の丘は大いなる峡谷にあるらしいね。早速行こうよ、大いなる峡谷に。あれ、どうしたの。ねえ団子。いや、なんでもないわ。呼んでみよう。ねえ団子、なんでそんなに張り切るのがある。なんでそんな頑張るの。なんでって、そんなの決まってるじゃないか。自分のことじゃないのに。そうだよ、自分のことじゃないから頑張れるんだよ。友達じゃないか。え、友達のためだから頑張りたいんだよ。なんて優しい子なんだ。そんなわけだ。じゃあ今日も頑張ろうね。はい、ということで今回はサンダー戦リベンジしてみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you。